時どれぐらいいってるのかなみたいな。さあ松田さんの点と高橋さんの差が答えが早い。前を持っている。さあ高橋側も先に上がって中継を見る。林さあ置き攻めしないで掴み投げたい。さあ冷静にしゃがんで待っていて、さあ今の敵は高くなってる。ストーリーでよく読んでたのが知ってなかったし、さあ今のはちょっと回転差1本取りました。さあ、コワコワつかみ、この方にバトル、はい、当たらず。やっぱりさ、ダメージでかいっすね。アーミーが速い。さあ、飛んでいく。おお、繋がっていないが、なんという速さで、さあ、なんと2回転の2本練習。今度は一発から掴み、もう一回一発から掴み、今度は竜巻がめくっていく。さあ内足差し返し前、うまあ見ている。中足には内足出さずに内足を見てから内足見てますね。下がっての相模大吉はかなり長いんですが、なんか当たらない間合いで待ってますね。今のはうまいな。なんと当たらず、交流拳、さあネリチャギ。さあ松田1本取り返したい。これで松田1、ミカさんが2。2対2。
で知られます。ただ、この大会でね、2回負けてるからね、ちょっと納得してない。そう。今、この2人は10本先取り。10本先取り。10先やつ。
おお。僕ね、ムーさんとね、今ね、10戦でやって、10戦で6-4でした。うわー、痛い痛い。さあ、これで、マッツーさんが4本目。ミカさんも4本、4-4で並んでます。これ、差が強いだよね、さすがに。キャラ的にはかなり差が強いですよ。キャラ的には。しかし、この、その苦手王も、苦手というか、まあ、キャラ様も覆す、マッツーさんの立ち回り。うわ、最大今、つかみに。ですね。ダメージ値を優先か。今、コントロールやべえな、あれ。いや、ね。下がるタッチタイマーが強いんですよ。はいはい、それを読んで中勝利は。あ、なるほどね。うわ、しかし出るね。タッチタイマーは振らずに見ていた。根元からはやばいね、減るね。ドデキは、うわ、最終台から秋読んで、もう一発だったかな、スタンス的に。コアコアコアだったら。いやー、タッチタイマーっすね。いやー、つえーわ。あれが強い。うわー。最初の大パンと、かなり近いぐらいの長さを持って。確かに。ミカさんが取って、4-5。ミカさんが5、マッツーさんが4。これがやっぱキャラ差なのか。また裏回れず嬉しいね。しかしうまいな。弱勝利で落ちね。エスパが打つ前がね、下がったらジャンプ台キックが当たらないのもいいですよ。あーギリギリの前、ほんとだ、ほんと当たんね。うまいな。怖怖怖怖怖怖。うわ、目の前切られる。アントニー早い。今裏行ってましたかね。そうっすね。あれね、なんだどうなんでしょうね。確かに。あ、でもあれアントニー重なってないだけかな、今の感じ見ると。うん、うまい。トップスピンから裏回り受け身かなし。いや、強えな。さあ、いった。強引に、うわ、出していく。あれノーリスクかな、この体力だと。ガードした後、何も多分口が入らないくらい。一文字も振っちゃうと大体。うわ、今のうまい。減らないっすよ。エスタガーがね、飛び込んで大体ってやると半分くらいの時に減らないので確かに、ね、さあ、組ませて。うわー、影抜い投げ。はい、これで7分5-5。見えてないキャラとは思えないですね。そうですね。さあ、ニカハウスアバカ落として、おと踏ませた。今度は逆にマスンハウス。いい重ね。うまっ。ダイヤして、エンダイパン。しかしうまい。技が全部つかる間合い。うわー、こう足から投げ。マイ管理がやばいっすね。おっと、トイレ出ない。しかしトップスピンからこっちめくりに行った。今度はアンズリから、うわ、昇竜見たこう勝っていく。今度は上やられるが中足昇竜。さあ厳しい。うまい。ミカさんが何もできない。さあ渾身の飛び。うわー、これで分かんない。食らってしまって、うわー、かる。ここで初めてマッツーさんがリード。6-5。
取れて、あーっとすごい当たり方、しかし体力は全然減っていない。確かに。さあ6の5からトップスピン、今度はあのさすがによく見るんですよね。うわ釣られない、一文字入って、もう分かんないぞ。打っていく、勝利。レッパだったっぽいですね、多分下手にレッパを合わせていったね。あーやばいっすね、レベルにしても。うまい、晴天。うぅーさあ、ほんと刺さずに下がない、やばくないっすか、棒立ち弱すぎやろ。さあ、打ち分けることをして、打たない、踏ませた、よりガード、アルティガードがやばい今の。いくら本田選手は言えども、さあ、持った力、コワコワ勝利、出っ張りぶり。あー、ケンジがすごい、うまいね。ニカさんがすごい吠えてますね。7の5、7-5。これエスパが有利なの、本当に。だよね、松屋さんが上手すぎるのか。おかわり、どうする。あ、しかしもうわからん。おっと大キック、エンダイパンが使う。さあこれがストップ、画面を動かして食らわせる。うまい、お足までは間に合うフレームかな今のは。さあこれは死んだ。8の5、ちょっと開いてきましたね。いやーこれは強い。ミカさんの顔は至って冷静だが、果たしてどう、果たして噛んでいるガムの味はもうにない。あゆち、さあうぬ、いなし方がやばすぎだろ。ここはアパカジ切り返して、エンダイパン、おお立ち合いキック。うしか減った、何今のヘリ。そうっすね、うお、これはトップスピンから逆に行くが、アパカがもうマッツンさんの飛びが何種類もありすぎて出せなくなってきたのか。中足体が、うわー間に合う、これがエスタが。しかしわからない、うわー下タイガー。86、さあ残すところ最大でもあと5試合くらいか、6試合か最大で。おい、当たり方、しかし壊し球がつながらない。あれ壊し球つながったら何、両角ですよね、おそらく。カマかナタかわからないですけど、これが繋がったら受けるね。ここはパカレア優勝取って、さあ今度はまあ、ニカさんがちょっとずつ押し戻す策ぐらい。今度はうわめくった、でんでんでん、あれを押し戻ったんですね、ずっと。さあこのやられ方すごい、精神的にクールが、あータイム間に合う、コワコワ一文字、おお追いかける、やばい一文字、あー出ない、あーこれは死んだ。
9の6、いい石がかかる。はい、いい石がかかる。ニカさんの顔が。さあ、2回転の眉毛を上げて、ということで、さあ、リーチ、リーチ、マセンサがリーチ。おっと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 。あれが間に合う。これがエスタガの特権ですね。あ、2回転見てますね。いやー、あー、これは怖っ怖っ。タイガー違う、アパカが。さあ、負けられないが中小流で抜けて一文字。技の振りどころが全部うまい。あー、これは危ない。ダイヤシこかして、さあ、一発一発が減る。園内パン、いやー、これがニカハウス。さあ、9の7、めくり立つ巻き読みのしゃがみアッパカ読みのジャンプ中継かな。ちょっと書いてある。あー、ジャンプ中継が一番めくりやすいですよね、先生。かなり遅らせないと、でもめくれないね。さあ、ピオッタが波動のみかなだよね。トップスピン落として、そっか、このみだ。あー、大大上、うわー。さあ、プーリーチがかかる。あー、血が見える。勝利。これはアパカよく出した。あ、しかし円台パン、これで並んだ。うわ、あれで間に合わないのがエスタが。おーおーおーおお、なんと昇竜、後出し昇竜すごいっすね。さあ、どうする、リカさん、どうするのこれ。あ、中あー、ゼロドットはやばい。あー、はははは、追撃10の7でマツさん勝利。勝負ありました。